ニュースをお伝えします。14日から18日までの間に、偉大な金正日国防委員長と敬愛する金正恩総書記の普及の著作についての緊急討論会と講演会がノルウェーとフィンランド、オーストリア、メキシコ、バングラデシュで行われました。金正日国防委員長の朝鮮労働党中央委員会での活動開始59周年記念行事には、各国の政党の人と知識思想研究組織、朝鮮人民との友好連帯団体の人などが参加しました。それぞれの催しで発言した人たちは、卓越した思想理論活動と正しい導きで朝鮮労働党の発展と社会主義偉業に不滅の貢献をした金正日国防委員長と、その偉業をしっかり引き継いでいる金正恩総書記を高く称えました。6月25日の反米闘争の日にちなんで、23日、農業勤労者と農業勤労者同盟員の復讐を誓う集いが新春博物館の前で、女性同盟の活動家と同盟員の復讐を誓う集いがスサンリ階級的教育館の前で行われました。次に朝鮮労働党のファンヘ南道委員会パクテソプ書記、南浦市委員会チェヨン書記が出席し、関係者、農業勤労者同盟と女性同盟の活動家、農業勤労者と農業勤労者同盟員、女性同盟員が参加しました。発言した人たちは、アメリカ帝国主義者が起こした朝鮮戦争は前代未聞の大虐殺戦争だった、歴史が語る血の教訓は自分の力が強いとき生活と幸福、大事な祖国を頼もしく守れるということだと述べました。そして敵に対する幻想はすなわち死だとの階級闘争の摂理を胸深く刻みつけ、反米階級的教育をより強めて、アメリカ帝国主義者が1950年代の戦争での苦い惨敗を忘れて戦争を起こすなら、積もり見積もった怒りを残らず爆発させて情け容赦なく挑発するだろうと述べました。21日から23日まで科学技術殿堂で、朝鮮建築家同盟中央委員会の主催による全国建設部門の科学技術発表会が行われました。より良い生態環境と現在の国産化というテーマで開かれた今回の発表会には、北東山建築研究院、平壌建築大学、釜山農林大学、平安南道設計研究所、ハムギョン南道設計研究所などの教員と研究者、設計担当などが参加しました。発表会には、人民のより安定した文化的な生活条件づくりに役立つ150以上の論文が提出されました。発表会では賞書が授けられ、評価の高い論文を出した参加者への表彰がありました。発表会が行われる間、創作経験発表会と建設カレンダーの資料についてのビデオの視聴もありました。農業部門で雨季の被害を最小化するための対策が前もって講じられています。農業委員会と各農業指導機関では、災害時異常気象の被害を減らすための科学的な対策を立てたのに基づいて、主導的で積極的な措置を取っています。流動的な気候変動に機動的に対応できるよう、気象予報の資料を迅速にまた正確に通報し、オンライン営農技術 Q&A のサービスシステムを通じて、予見される天候による農業技術の対策を適時に知らせています。これとともに、各道市郡で海岸防潮堤と貯水池、灌漑水路、河川の実態をくまなく把握し、中小河川の整理、ポンプ施設の整備と補修など、前もって被害を防ぐための取り組みが進められています。各地の人たちは関係部門との連携を密にし、集中豪雨によって高地が浸水されないよう、整海工門と貯水池の水位を調節し、水力発電所で電力の生産に利用された水を合理的に処理することにも計画的に取り掛かっています。以上でこの時間のニュースを終わります。カントニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。
声放送へようこそ。諸村の声放送へようこそ。はい、この1週間ピョンヤンは急に暑くなり、また6月の梅雨前線も10日ほど早められたとも言われています。そうですね、すっかり夏の陽気になりましたが、皆さんの地方ではどうでしょうか。さて、この時間は徳島県の岡本直樹さん、岡本直樹さんをご紹介しましょう。この4月、岡本直樹さんから久しぶりに電子メールが届きました。久しぶりといっても、なんと20数年ぶりに初めてです。そのメールの内容をお読みしましょう。僕は小学生の頃から海外短波放送を聞いており、夜中に海外から飛んでくる電波にワクワクしながらチューニングしていたものです。中でも諸村の声放送を愛聴しておりました。受信報告書も何通も送り、ベリカードとともに美しい絵はがきや書籍なども同封していただき、非常に嬉しかったです。それらは現在も僕の宝物として大事に保管しています。最も嬉しかったのは、支局から聴取者番号 1-1035 をいただいたことです。タオルは刺したが、定期的に放送は聞いていましたよ。最後に、諸村の声放送の皆様並びに人民の健康発展を祈らせていただき、終わらせていただきます。ではさようなら。では、ミンチャンゴ部長のお話を聞いてみましょう。岡本直樹さんが初めて諸村の声放送にダイヤルを合わせ、お便りをお送りになったのは1980年3月でした。初のお便りを受け取り、岡本さんの聴取者番号が 1-1035 であることをお知らせしました。その後も何度となくお便りを受けていますがね、私の記憶によりますと、岡本さんから最後のお便りが届いたのが多分1999年1月だったと思います。当時岡本さんは1998年12月19日付の番組についての受信報告書をお送りになりました。今回数十年間も音信不通だった岡本さんから電子メールを受け取った時の驚きやら嬉しさやら、とにかく言葉では言い表せないほどのものでした。つまり岡本さんは40年以上も変わることなく諸村の声放送をお聞きになったわけですね。今年で57歳でしょうかね。20数年が過ぎた今なお、国籍も言語も異なるお二人は、ありし日のことを詳しく覚えており、楽しく思い起こしていますね。これは歳月が流れてもリスナーの皆さんの心の中には諸村の声放送があり、またスタッフはリスナーの皆さんを忘れずにいることの一つの実例にすぎません。そうですね。ではその変わりのない友情はどこから生まれるのでしょうか。はい、お互い信頼するということです。諸村の声放送が自主と正義を目指す世界の進歩的人々の心を代弁すると信じているので、諸村の声放送の聴取が生活の欠かせない一つの工程になっているでしょうし、その日々に胸に秘めた友情を大事にしているのだと思います。リスナーの皆さんが諸村の声を常に待っているだろうと信じたので、スタッフもリスナーの皆さんの明るいお顔を描き出し、努力を惜しまずにいるのです。熱い信頼に根ざした友情は永遠に変わらないものです。その信頼あって、これからも諸村の声放送とリスナーの皆さんとの友情は一層深まるでしょう。では今日はこの辺で、リスナーの皆さん、次のこの時間をお待ちください。アメリカは朝鮮戦争の挑発者、侵略の元凶。1950年から1953年までの朝鮮戦争は、アメリカがブラブラ共和国を追い潰し、ひいてはアジアと全世界を制覇しようとの野望のもとに強行した計画的で挑発的な侵略戦争でした。第二次大戦後、世界の帝国主義の頭として登場したアメリカは、世界を指導する使命を運命し、アジア重視、極東重視の政策を掲げました。アジアで力
しかも大陸の関門に位置する諸村に目をつけたアメリカは、1945年8月、諸村が日程の植民地支配から解放されるや、対諸村侵略策動に一層躍起になりました。1945年9月、アメリカは高岩無知にも、日本軍の降伏の受付という名のもとに南諸村を不法に占領し、占領軍の大部分を38度線の境界地帯に配置しました。アメリカは南諸村で傀儡軍を編成してアメリカ産の装備で武装させ、戦争準備に拍車をかけました。社会科学院歴史研究所の研究者であるパクムンチョルさんのお話です。우리공화국을세계제재의야망시로니계속으로삼으려는미제의기도는共和国を世界制覇の野望の実現の足がかりに作ろうとのアメリカの企みは ABC 計画で一層はっきりと現れました。この ABC 計画は戦争を3段階に分けて、第1段階 A は諸村侵略戦争から始まり、第2段階 B では戦争を中国の満州へと拡大し、最後の段階 C ではウラルまでのソ連のシベリア全土の占領を予見しました。これは諸村戦争が諸村全土を軍事的に占領し、進んではアジアと全世界を制覇しようとの企みから、アメリカが計画的な打算と綿密な準備のもとに挑発した侵略戦争だったことをそのまま立証しています。このシナリオは1950年1月アメリカ統合参謀本部で討議され批准されました。6月17日アメリカ大統領の特使はソウルに入って戦争挑発を指令し、その後東京で行われたアメリカの国務省と国防総省統合参謀本部のトップたちの会談では、この戦争シナリオが最終的に確定されました。こうした準備のもとに1950年6月25日の未明、アメリカはとうとう諸村戦争を挑発しました。歴史的事実はアメリカがまさに諸村戦争の挑発者、戦争放火魔であることをとことん暴いています。アメリカは諸村戦争の挑発者、侵略の元凶、こう題してお話ししました。人民に支持され信頼される党に、神聖視し、その人民に支持され信頼される党は絶対に品質や瓦解、崩壊というものを知りません。敬愛する金正恩総書記は、しっかり目を下ろした日はいかなる強風にも倒れないものだ、それと同じく人民という大地にしっかり目を下ろし人民に依拠する党は必勝不敗だと言いました。金正恩総書記は、全てを人民のために、全てを人民大衆に依拠してというスローガンを示し、一つの路線と政策を押し出しても人民の要求と利益を優先させています。人民が一番喜ぶのは住宅建設です。金正恩総書記は平壌市の住宅不足の世帯数を調べるようにし、5万世帯の住宅建設をいかなる不利な条件と環境の中でも、またどんなことがあっても必ず実行すべき重大な革命課題として与えました。こうして1910年、2021年1月に行われた第8回党大会で、平壌市の5万世帯の住宅建設が政策となり、その結果毎年ニュータウンが建てられています。人民が新生死する諸村労働党にとって、人民の哀悼をその都度切り開き、安定した生活を保障するのは最大の重大事です。党中央委員会第8期第3回総会の核心事項は、今のところ人民が一番関心を持ち願う切実な問題を至急解決するための決定的な施行措置を取ることでした。金正恩総書記は会議で、人民生活の安定に少しでも役立つ思いから直々サインした特別命令書を発令しました。諸村労働党にとって、人民の痛みよりもっと大きな緊急事態はなく、
人民の不幸をなくすことよりもっと重大な革命活動はありません。3年前ハムギョン南道とハムギョン北道が台風9号に見舞われた時、金正恩総書記はハムギョン南道の被災地を見て、現地で平壌の党員にハムギョン南道とハムギョン北道の被害復旧現場に駆けつけることを呼びかける公開書簡を書きました。そして昨年5月、共和国の領内に悪性ウイルスが流入するという有志事態が生じた時には、人民軍の軍医部門の強力な医療チームを派遣して平壌市内の医薬品の供給を即時安定させるための措置を取りました。このように党建設と党活動のすべてがそのまま人民のためのことから始まり施行されるので、朝鮮労働党は人民の絶大な支持と信頼を勝ち得ており、人民の党と呼ばれています。人民に支持され信頼される党に、高台してお話ししました。